鳥内秀明チャンネル頼むでほんま、今日もよろしくお願いしはい、ます。お願いします。スポーツ、関西学院大学アメリカフットボール前監督の鳥内さんにいろんなことを聞くという YouTube ということで、今日はですね、鳥内さんは、アメリカフットボールの監督さんなんですけども、広い、交友関係がありまして、他の競技の、指導者の方とも、関係がありまして、その辺のお話もちょっと聞きたいなと思うんですけれども、はい。先日ドラマで、はミスターラグビー神戸製鋼の平尾誠二さんのと山中教授の番組やってました。い、はいはい、あれで見て、ああ平尾さんのことを思い出したんですけども、鳥内さん平尾さんともご関係が深いということで、はい、神戸に NPO 法人があって、シックスいうシックね、ス、はいはい、あって、そこで、ね、2回セミナーやってるんですよ。セミナーをね。はいはい、それを、10年ほどやってるんで、10年も。はい、もう20回ぐらい一緒にやってるセミナーね。そのセミナーいうのは、3種のフットボール。ラグビー、サッカー、アメリカンフットボール。全部フットボールですフットね。ボールのセミナーをテーマ決めて喋りましょうかと。はい。で、平尾君は社会人。僕は大学生と。はい。はい。サッカーのヴィッセルの、人は、小中学ジュニアの方。生、ジュニアの方。ジュニアです。で、そのテーマでいろいろ、問題提起して、喋っていったんでなるほど。じゃあ、どっちかというと、スポーツファンの人とか、指導者の方向けにす。話したまあまあ、一い。般の人も来てはりますけどね。なるほど、なる現ほ場ど。で参加されて。はい。平尾さんは、お年は下ですよね。4つ5つ下ですね。そうですよね。京都生まれでね、めちゃめちゃ関西人で、僕も現役の時、GM と取材したことあるんですけど。だから僕がね、大学4年の時かな、はい。ライスボウルいうのがあってね、はいはい。1月3日3に日に、国立。国立で、はい。で、前の日入ると、ははね、現地に。は。はい。満員、ね、あ、1月2日、2日、国立競技同志場。社とどっかやっとって、はい。すごいなと。ラグビー人気。国立が満員やね。満次の日ガラガラやね。員。あラグビーやっとったよかと思ったもん。あ、なるほど。で、そのこ時に多分平岡おったんや。そうですね。平尾さん、親そ父さういうん。時やん、多分。はい。な？それを見てな、そうやな、言うてからだいぶ経ってから、まあもうアメリカに帰ってきて、はいはいはい。で、たまたまそういう話があって、そういうセミナーやるんで、ということで、フットボール界から僕は指名されてなるほど、行くようになって、なそこからの交流やねんけどね。るほど。はい。お酒飲んだりしはやります、やります。結構かっこいいお酒飲み方されたって。もう顔がかっこええもん。顔はね、まあ。大阪のおっさんちゃうで。京都生まれやけど、やっぱ神戸に見えるやん。いや、まあ、そうですね。な？平尾さんって、やっぱ京都弁、僕京都なんですけど、京都のニュアンスが残ってるんですよ、イントネーションが。ああ、そうやな。ちょっとね。それが僕、すごい嬉しかったんですけど、品があって、かっこよくて。そうやろ？で、俺、感覚もな、神戸遠征けど、全然ちゃうやん。そう見えへん、俺が。そう言われん。大阪にある大学ちゃうかと。せやな、ほん鳥内ま。さんのイメージで。そんなことないですけど。まあ、指導者としてね、まあ、日本代表の監督もされましたし、結構、ラグビー界の中では、すごい新しいことをどんどんやっていかはって、ちょっと時代が先行き過ぎてはったんか、後になっいや、てだけどかなとね、思うんですけど。いや僕は別に問題なしは思ったけど、よそが遅れすぎてて、他の人の古い指導者が、ね、で好奇心旺盛やし、好奇心旺いろんな競技から何か吸い上げようと。だから僕はコーチ、監督なる前かな、まだ92年のもっと前に、うちの練習見に来てるしね。ファイターと練習見に来たんですか？違う競技うの。ちの後輩が連れてきて、だからセットプレーあるでしょ。ラグビーでも。フットボールは毎回セットプレー。止まってからさしますね。その時にランナーを立てに1列並んでると。ね。どっちか分かれへんと。昔そんなのなかったけど、今そんなやってんねん。ラグビーやってます。やってるそうですね。やん。な。だから一応さ、おらなあかんねん。ディフェンスをしたら。どっち来られてもええようにと。そういう発想もその時から取り入れてんねん。一回やってみてあかんかったらしゃあないなと。違う方法を考えようと。で、まあ、
気配りできるし、ね、まあ何でもかんでも信用せえへん。あ、信用しない、うん、やっぱり疑問を持つね。一回ちょっと疑ってみて、うん、自分で確かめてみて。疑ういうよりもちょっとそのな確かめる。そうそうそう。で、芋を取り入れて。そうそうそう。そのセンスはええ思うで。あ、まあ、鳥居さんも甲子園ボール12回勝たれて、ね、で、もう神戸製鋼も7連覇ありました。はい。そう、やっぱりこう、こう勝つため の哲学みたいなものがあると思うんですけど、平尾さんの中から そういうものって感じられたものっていうのはいかがですか？じゃあな、その勝つためよりもじゃから、ラグビーの場合、アドリブの連続やから、そういう人材を揃えん限り、なんかしんどい。なるほど、なるほど。このパターンいったらいけるやろって言うて、やっぱりその、フォロー、フォロー、フォローな、していかな、フェーズは繋がっていけへんから、うん。だけど、こうなったらこうやと。決め事はあるか知らんけど、多分自由にやらすんちゃう。おもろいから、そんだけできん。なるほど。おもろいから必要になっていけん。やらされてんちゃうね、うん、こうやっていけるやろいう発想がおもろい。なるほど、結構今ラグビーってそのサインプレーあるって聞きますけど、こういったらこう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 。でもなんか神戸製鋼強かった時はそんなんなくて、というか監督いなかったですよね。いや、サインプレー多分あんねんて、 あんねんけど、瞬間サインやけど、その次次次からはもう予想外がばっかし起こってくる、ね、その通りにいかないですよ、ね、いけんよ。でもフットボールと一緒やねん、うん、だからそこの判断、自分で考える力っていうのをすごい大事に。そうそうそう。だからそれを考えるのが面白くなってきた時に、うん、そっちは成長できる。なるほど、うん。そのパターンで持っていかなあかん。なるほど、うん、あ。そういう意味ではもう、アメリカンフットボールとラグビーってその。似てるで。じゃあ、アメリカンフットボールも一応、最初のアサイメントは決まってるけど、うん、ほとんどが予想通り消えへんから。そうですね。まあ、破られたり、そうそうそう、破られたりとか。で、スナップうまいこと来なかったもん。いや、もうさ、ほな、向こうのディフェンスからすると、ね、締めた締めた思うけど、いやいや、ちゃんと分かってますよ。ああ。そこまで想定して、こういうことか。考える力が。そうなってきたらおもろなるから、勝手に考えよう。ああ、うん。今でも、そう、なんか、こういうふうにやれっていう、やり方もまああるじゃないですか。もうそれは一番最初だけでことやる。そこからどういうことが起こりそうやねん。自分のポジションやったらと、うん。起こりうることを想定しながら準備しといてくださいよと。はい、そういう、やっぱり自分で考えられる選手の集合体っていうのは、やっぱり強くなっていく伸びしろみたいなのは、ものすごく大きいですか。伸びしろもあるし、それでないと勝たれへんから。あ、全部は予定通り消えへんし。まあそうですね、予定通り来て買ってしまうのも、うん、そんなゲームおもんないん。ああ、まあまあそうですね。はい、弱すぎん。弱すぎね、うん。うん。お互い常からおもろいね、これ。なるほど。やるかやられるかやから。なるほど。うん、その部分で楽しみへんかったらおまけや。平尾さんとの思い出でなんかちょっと印象に残ってる出来事とかなんかありますか？印象よりもいっぱいあんねんけど、いっぱいあるよりもだから、うちの4年生が、はいはいはい、4年生が就職の時に、はいはいはい、神戸製鋼行けたんですよと、はい、若田さん聞いたろうと、はい、平尾君に出ましたけどまあ入ったかどうか だからすぐに彼もな相談いや頼んだらすぐに動いてくれる。へえ、なるほど、わかりました。って口だけちゃうんじゃ、ああ口だけじゃないんだ、ね、ちゃんとやってくれる。そういうことでやっぱ信頼関係生まれるわな、うん、相手からも信用されるし、うん、この山中教授との、ね、ドラマねあって、あのもっくん本当にもう元木さんよう似てんな、もう平尾さんそっくり見えて、びっくりしたわ、びっくりしましたね最後の方ね、まあ、めっちゃ似てるやん。あの山中教授のね、お葬式の時にね、あの弔辞を読まれて相手ありました山中教授じゃない、あ、山中教授です。平尾さんのお葬式の時に言ってたよ。ええ、あの時山中教授の弔辞がちょっと結構印象に残ってまして。なあ。はい。あの人を叱る時の、ポイントみたいな。ああ、なんか言ったな。はい。あのプレーを責めろと、人格を責めるなとか、長時間怒らないとかね。いくつか言ってはてましたけど、なんかやっぱそれ聞いたら、あ、僕らサラリーマンでも勉強になるなと思って。はい。いろんなことがいっぱいあって。な、はい、
惜しい人材ね、もう早くいなくしてしまったなと思いますけれども、でも平尾さんが残したことって、ここで6がね、まだ続いてるまあ、ということいっもありぱい、ますまあ、し、本も書いてるしな。はい、いろんなところで残ってるんじゃないかなと思うんですけども。まあ、功績大きいんちゃう？すごく。はラグビー界だけ違うってな。あ、そうですそね。の教育の面に関しても、は人を育てるいう部分においても大きいんちゃう？それは。なるほど。まあ、神戸という街でもね、顔みたいな方でしたしね、そうやな。ラグビー界の顔でしたし、ラグビーという競技は鳥海さん、どういうふうに見てらっしゃるんですか、防具がないわけじゃないですか、生身でやるいやだから本当に体鍛えな危ないスポーツやかというら、ころで。誰でもなかなかできひんな。そうですだ今したらタグラグビーがあんねんけどね、タッチフットと一緒ね。で、そこからみんな入っていってほしいけど、真剣にやるんであればやっぱり真剣の土台作りいるでと。で、日本代表に関してはワールドカップやってるけど、そう押す全然足らん。まあ花園大会やんのええねんけど、だからアルゼンチンなんかは、国内に十何箇所、そういう施設持って、もう英才教育すると。ラガマン。まあ、全国大会よりワールドカップが大事やねん。日本は、花園も好きやけど、ワールドカップも好きやねんと。両方取りに行だけくど頑張ってほしいねんと。で、よう考えたら人材足らんねん。そうですね、子供が減ってま高すか校らのね。時からもう英才教育やれるやつを選んで、海外行かす方が得やねん、これ。英語も喋れる。いうふうに持っていった方が、ほんまにワールドカップやるときには得意。外国人慣れするしと。そうですね。だから、日本にもその留学生が来てるわね。来てますね、はい、ニュージーランドとかトンガとか、来てるね。あの子らにとってはええ勉強やけど、いや来て、ちょっとうちの子ら、おるでと、外国人おるでと。そんなんちゃうね、やっぱり。一人で向こう行かなあかん。そこの環境で勝負せなあかん。そこでやっぱハートも強なると。全部メン強タくルてもですな。ね、はい。そこで自分アピールせんけど試合出られへん。これがスタンダードやねん、いうことを学んで帰ってけえへんかったら、役立てへん。なるほどね。今のアイデアいいですね。ぜひちょっと、前から言うてるよ。ぜひ日本ラグビーだからサッ協カー会の部、サ方、ッカーの子みんな言ってるやん、今。サッカーの子はちゃんともう、ほんでもう喋っとるやん。そうですね。もう語学なんか当たり前になってますそね。やろ。野球全然やねん。野球は通訳ついてますね。ちゃうやん、もう。日本の大リーグ行きたい言うてるやつが、日本にまだ残ってんねんけど、英語のクイズ出したら、それも分かれへんのに、大リーグ行く言うてんのと。意外と口だけが多い。ほんまに大谷君みたいに、将来こうやってやるから、言うて勉強していってへん。その辺はやっぱり指導者が口だけ夢与えてるだけでな。お前らもチャンスあんでと。見てみと。中南米からいっぱい行ってるやんと。というふうに言うてあげたらそのことやねん、俺。なるほどね。で、人生一回やでと。ほんまに一回しかまあそうないですでね。と。そうほですんまね。にと。平尾さんもね、イギリス留学行ってらっしゃいましたしね。そういう意味では、そうやな。そういうようなことを本当に先取りされたらなと思いますけれども。だから僕も行った時に、行って帰った時に、サッカーの金田さんおるやん。広島県ご出身の。法政日産、はい。な？で、あれ、アンダームの会社のコーチ賞いうのがあったんや。で、第1回でコーチ、俺も最優秀者かで選ばれて、プレゼンしとってん。鳥さん声優から。アメリカ行ってるの写真出すんや。まあ、金田さんに言われて、彼は僕の1個植えちゃうかな、学年。鳥さん、そうなんですよ。40年前行ったはったんですか？行ってるで、と。すごいですね、と。その時は、だから、奥寺さんだけやってた。ブレーメンね、行ってたブんンデはスね。リーガーね、うちはもう、俺行く前にもう、その武田先生とかな、古川さんがもう、その前30年前から行ってるからそうですね、古川さんもな。だから、おっしゃられ本ま場し行かな分かれへんねん、と。た。いうことで行くのは当たり前やったで、と。すごいですね、と言うて、やっと今、サッカーからみんな行ってるんや。もう、小学校、中学から行ってるそうですやん。まあ、ね。ええねんで。子供の目標がもうバルセロナですからね。そうやん。J リーグじゃなくて。そうやん。ええねん、そんでええねん。ということで、
だそういうことをな、はい、俺は思うのはやっぱりちっちゃい時からそういう夢与えてな、うん、そうやってなりたいというのを指導できる先生なり監督必要ちゃう、うん、あそういう意味ではもう平尾さんでね、そのラグビー彼もしたからラグビーが同社終わった時にイギリス行って、うんうん、ないろいろ事情で、まあ、神戸線の社長と知り合って、うん、な戻ってきたけど、うん、そういう意味ではねもう大変なあの人材をね我々失ったわけですけども、まああの平尾さん残していることも、まあ、だからいろいろな人に財産残していってるから、うん、彼の思いは生き続けるんじゃん。プラスでいいんじゃん。人を残すっていうのがね、そうそうそう大事ですからね、はいはい。ありがとうございます。はい、どうも。はい、あの、いいねと、この動画いいねと思われましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。